今日ちょっとハーフウェットなんで、はい、20秒出たら徹底的にドライで速いってことで、さあどうなることやら楽しみですね。いいじゃん、なかなかね、なかなかいい車だよ。タイヤのグリップが上がった分だけサスペンションも硬くしないとダメだよ。コミです。ケイキです。土屋です。クロワちゃんです。ブーン。ありがとうございます。土屋さんが考えたかのごとく素晴らしいもん。なんで今日袖ヶ浦なの？今日はですね、ちょっと今後ろに見えてますこちら青い BRZ。前回土屋さんに袖ヶ浦乗っていただいて、だいたい1分20秒あたり前半あたりのタイムでしたね。今回また持ってきたということはちょっといろいろ変わってますということで。何を変えたの？まずですね、足回りでいうとですね、補強パーツ、タワーバーが入ったり、足回りだったらリアのショートスタビリンクが入ったり、なんかブレーキがエンドレスさんのやつがローターとパッド変わっていたり、ホースもそうですね、ホースも変わっていたりと、あとはオイルクーラーが入ったり、他なんかあったっけな、タイヤも変わったんだけど、結構でかいとこ変わって忘れてたな。タイヤもですね、225から255に変わりまして、で前は19だったんですけど今18インチ、255なんでね、すごいまず太いですし、あとなんか下ネタ言ったか、今結構下ネタを言ったか、ちょっとアウトなのかなこれは。まあでも255だからグリップ上がるからね。そうですよね。だから前回20秒前半でしょ、はい、今日ちょっとハーフウェットなんで、はい、20秒出たら徹底的にドライで速いってことで、そうですね。そうそう、タイヤ太くするにあたって、はい、結構やっぱりこの「いや意味ねえだろ」とか、はい、結構いうお声があったりする中で、めっちゃ意味あるよ。意味、そうですね、なのでちょっとそれを改めて土屋さんにこうちょっと意味ありますせというのをちょっとぜひこう見させていただけたらなっていう。俺失敗したけどね。235から255にすりゃタイム上がるだろうと思って、俺のブラックリミテッドで86でやったんだけど、タイム一緒だった。だからセットを変えないとダメ。そうかそうか、細かいセッティングを変えていって、235で18秒ぐらいかな、で255にしたら17秒入るかなと思ったら18秒、だからセットアップを255用に変えないとダメ、アライメントを。それはちょっと失敗した。で一応アライメントは基準値に、この純正の基準値になってます。あ、じゃあそこそこいいかもね。おお、ちょっとこれは楽しみだ。タワーバーとなんだっけ、あとタワーバーとショートスタビリンクとか、ブレーキも変わってるんで、ブレーキはタッチが良くなる。タッチ良くなりました、すごく。スタビリンクは多分タイムにはそんなに影響しないと思う。タワーバーもね。なるほど、ここが好みというかの感じですかね。好みなんだよね、車が硬くなるからね、ボディ構成がね。だからそこはもう好みだから、多分でもタイヤとブレーキでタイムは上がると思う。いやこれはちょっとどのくらい上がるの、皆さんね、先ほど土屋さんもおっしゃってましたけども、ハーフウェットなので、大体2秒落ちぐらいっていうイメージ、1、2秒落ちだね、1、2秒落ちぐらいのイメージで、だからってことは、じゃあおっしゃってましたけど20秒出れば実質タイムが上がってるっていうことですね。間違いないよね。楽しみですね。ということで、ちょっとじゃあ早速土屋さんよろしくお願いいたします。はい、さあ、はい、でもこちらエンジンルームバカッと開いておりますけども、はい、じゃあちょっとケイ君、ちょっと変わったところとかね。そうですね、先ほど言ったタワーバーでオイルクーラーついたのと、あと K&P さんのこのオイルフィルター、なんかステンレスメッシュになっているフィルターになっていて、すごい透過率がいいとのことで、レスポンス向上が図れるよという。まあオイルクーラーつけるとサーキット10周でも20周でも走れる。オイルクーラーついてないともうすぐ油温が130度超えちゃうから。まさに140度ぐらいで走ってたこともあったので、140はダメでしょ。いやもう完全にアウトのラインでね。すぐさまつけました。このタワーバーがどう出るかね。そうですね。アンダーになるのか。バランスが良くなるのか。下手したらない方がいいってなる可能性になった場合はもう取り外しという。大丈夫ですか？没収ですか？没収で大丈夫ですか？わかりました。じゃあ没収ということで僕が預かるんで。タワーバーはその日にテストしないといいか悪いかわかんない。なるほど。つけたり外したりしてどっちがいいかフィーリングが変わるからぐらいですかね。そうですね。エンジンルーム内だとそうですね。なるほどね。あとベルト V ベルト、あ V ベルトそうですね。あれか一応変えたっちゃ変えたんですけど走りに影響するかは微妙なんですけど HKS のまあやつになっていて、まあ耐久性が上がっていますというね。一応ね。はい。まあタイムには変わらない。そうですよね。タイムには色が青くなりましたね。だいぶ黒ずんじゃいましたけどね。なんか。じゃあ土田さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあこのハーフウェットで20秒出たらもう上出来。わあ20秒楽しみ。よしお願いします。お願いします。いらっしゃいませ。いってらっしゃいませ。さあどうなることやら、欅くんの BRZ ですね。まあだけど欅くんも好きなんだろうね、車ね。こうちょっとずついじってくのがいいんだよね。少しずつその違いが分かってくる。いっぺんにやっちゃうとね分かんなくなっちゃうんだよね。だからちょっとずついじってって、ああ良くなった悪くなったっていうね、そこが楽しいの。まあだけど余計な金を皆さんに使ってほしくないから、こうやって欅くんの車でさね、あとは僕の車でねいろいろ試してみて良かったものを皆さんに紹介していくっていう、これはねすごくいいことだよね。前回は1分20秒71、今日は何秒出るでしょうか。タイヤをハイグリップにしたから12秒は上がるよね、間違いなく。ただ路面がハーフウェットっていうことでその辺がどうなるかまだ分かりません。今日は台数多いな。平日だよ、平日の火曜日。なあだけどこれだけ車好きがいるっていうことが嬉しいね。なかなかね、乗ってて自分で乗っててもなんか速さ変わってたんで、これは土屋さんが乗ったらだいぶ違いますよ。だいぶ、いやこれ相当多分ね。もうすごい GT-R ばっかりじゃない？え？前の方。本当だ。わなんだあれ。危ない危ない。すげえ台数いますね。ちょっとマジでマジでめちゃくちゃ。パレードラみたいな。いやどうですか。我が子を送り出すような感覚で、あ今出ましたね。今ちょっとやっぱ今日ね台数が多いんで、ちょっと間隔を空けて土屋さん今、ピットアウトしましたね。先頭集団来ましたね。あもうあいるね。楽しそうですね。さあどうなることやら楽しみですね。足が良くなったね、欅くんの車は。濡れてるね。なんかいろんなもの積んでるなあいつは。車の中にガラガラなんか転がってるぞ。こういうところがあいつはダメなんだよな。なんかガラガラ音するな。あ、来た。あ、こういう見た目なんだ。うん。うわ。え、何水か。え、煙？うん。そういうもんですか？ブレーキめっちゃいいよ。かホイールね変わったんですけど、赤いステッカー貼ってあるんですよね、デカールが。あれがまた回転するといい感じに見えましたね。いい感じにね、素敵。いいじゃん、なかなかね、なかなかいい車だよ。足もタイヤに合ってる。あ、来た、あ、来た。全然じゃん。うん。なんか余裕そうな。そう、余裕、なんか。だって前のタイヤだとケツ出てましたよね。そうそう、結構、土屋さんもカウンター当てて。そうですよね。結構こなしてたんで、これ変わったのでは。タイムだいぶ、いや、かなりタイム上がった可能性あるな。抜かした、なんか抜かした、ストレートでなんか抜かした、なんか抜かしてましたね今ね。車だね。足柔らかいかな。今日ね、ほんと台数がマジで多いんで、ね、ああでもあ。ちょっと絶対速いし絶対嫌なんですけど、土屋さんが後ろから来たら何事かね。あ、それか。だってなんか明らかに速いじゃないですか。速い、なんかジャンル違いにも程がある。いやー、いっぱい走ってきてるな。いいぞ。ずいぶん良くなりましたよ、やっぱりこの一連のカッサンもして。ああ、なるほど。まあ本当に車が変わったかのような。んな楽しんでますよ。ホームストレートちょっと起伏があるんですかね。今ポコンって言ってましたけど。言ってました。今なんかこうなってましたけど大丈夫か。足固めたんだよね結構ね。まあね、減衰をちょっと柔らかいかな。ここクリアだ。クリアラップ、うん、これで行くんじゃないですか。多分アタックラップ入ったと思うんです。多分だいぶクリア取れてたんで土屋さん、さあついに来たかこれ。BRZ と86どうしても舐められるんで。ああそうですか。舐められます。そうかな。なのでビシッとこう速いんだよというのを皆さんに分かっていただきたい。確かにね、まあ、今回太くねタイヤかなりぶっとくなったっていうところで、無駄だろっていう多分意見もあったりすることで、その今回ね土屋さん走っていただいてタイムが上がってたらこれ無駄じゃないというか。うん。混んでるね。混んでる、滑る。めっちゃ混んでるし。もうちょい乾いてくんないかな。めちゃ混みだな。これは困ったぞ。ちょい足柔らかいね。もうちょい固くしようか。前も後ろもね。いやでもいいですね、袖ヶ浦フォレストレースウェイ。どうした急にちょっとね、ライセンス早く取れ。いや確かにそう、ライセンスを取ります、取りたい取りますですよね。こんな都心から近くて本当多分1時間ちょいでね来れるから、でコース長もまあ長くて走りごたえがありますよね。ちょっと足が柔らかいね。足が柔らかい、前も後ろも柔らかい、うん、前も後ろも柔らかい。なるほど、こうぐにゃぐにゃする。でそれもタイヤに合ってないってことですか。ああなるほどなるほど。タイヤのグリップが上がった分だけ、はい、サスペンションも硬くしないとダメだよ。なるほど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 。ミスっちゃったかな俺、セッティング前も後ろもぐにゃぐにゃ。じゃあ本来のこいつのそのタイヤの力を発揮できない状態になっちゃってる。もうちょい上げないとダメ。なるほど。前も後ろも。ちなみに一番硬い状態から3クリック戻してます。足がもう、まあやっぱりサーキットガンガン走るやつじゃないので、そういうことなんですかね。ああそうだね。サーキットガンガン走る足ではない。街乗りのストリート仕様でもサーキットはそこそこ楽しく走れますよっていう足だね。なるほどなるほどなるほど。そっか、突き詰めていくともうそういうことですね。また足も変えなければならなくなるという。まさに土屋さんおっしゃってたお話ですね。このタイヤに合わせて足も変えていかなきゃいけないっていうところで、そういうことそういうこと。このタイヤに合わせるんならもっと前も後ろもロールさせない方向にしないとダメだよ。前のタイヤだとこれでちょうどよかったけど、このタイヤにしたらやっぱハイグリップタイヤに合わせないとロールが大きい。ロールが大きいですね。そういうことか。でもね、そっか、これ以上ダンパー硬くなんない。あと3クリック強くできます前も後ろも、はい、じゃあやろうよ行きましょうよ、もう行きましょうよねえ、そうっすよ。それはやろうよ、これは行きましょう。もう本当の力を見たいですね。それはやろうよ、はい、いいのね。メカニックが今調整してます。お尻、まあねえ、K君今メカニックとしてダンパー今固くしております。すごい。オッケー。オッケーでございます。オッケーです。ございます。はい。お願いします。土屋さんこう刺す固くして出てくっていうなんか本当レーサーのね。本当そんなんわかんない。うん。でまたこういうもんなんだなって思っちゃう。だしこうやっぱりこう。あーやっぱレーシングドライバーだなっていうこうメカの方がねバーッと直してで直してすぐバーッと出ていくっていうあれがね本当にかっこいい。今ねやってんのもちょっとメカ気分ではあったんですけど、アルバイト以下のメカでしたねそもそもねジャパンエアラインのねこうよくわからない航空整備士チューニングメーカーちょっと JAL じゃないのよさあどうなるか。3クリックでフルハード、フルハードの方がタイムは上がるよね。やっぱこのハイグリップタイヤに合わせたセッティングをしていかないとね。頑張れ。さあ果たしてしかも早い早い早いおいおいおい、やっぱロータスのめっちゃ速いやつでコーナー任してたぞ今。完全突き放してで、しかも土屋さんももしかしたらおついてこれるかっていう感じに燃えちゃったパターンあるかもしれない、ね、なられてるパターンあるな。やっぱレーサーわかんないですけど、煽られ後ろから煽られてなんぼみたいなところあるんじゃないですか。そんなあったりもして、まあ追っかける方がっていう好きな方も多いですけどね、結構ね、そっちの方が燃えるみたいな、ね、そうそうそう。いやでももう追っかけられたら何クソもうねよし頑張れ。後ろが柔らかいね。柔らかい。後ろがぐにゃぐにゃきちゃうね。後ろが柔らかいな。もうちょっと乾いてくれたら1秒ぐらい上がるね。ハーフウェットなんだよね。こうまだら模様でしょ、路面が。これがなくなるとあと1秒ぐらい上がる。やっぱ柔らかいな。ぐにゃっときて、こうリアがワンテンポ遅れるんだよね。まあストリート仕様だからしょうがないんだよ。でもストリート仕様でもこれだけ楽しめるからね、サーキットで。この路面だったら上出来なんじゃないのね。そう思うよ。まだ全然柔らかいなあ、このタイヤだとね。なるほど。それでも先ほどよりかは硬くは、うん、さっきよりはいいよ。なるほどなるほど。だけどやっぱり後ろが柔らかい。あ、柔らかいんだ。そうなんです。後ろにね、時差がある。前は入ってるのに後ろがまだこうついてこないっていう、タイヤが粘ってるからさ、はい、だからその分そのロールを押さえてやんないと、前も後ろも。だからストリートの足としてはいいんだよ。だからサーキット専用にするとこの乗り心地はなくなっちゃう。タイムだけ狙おうとすると、はい、もっと足を固めればいい。なるほどなるほど。確かに HK さんのそのシリーズの中にも、うん、やっぱりレース専用、サーキット専用みたいなグレードがあって、そこまでは私ストイックすぎるんでやめたんですよね。まあ確かに。でもそうか、もうタイムアタック、そうですよね、そうだけで行くんだったら硬い足で、そうそうそう、サーキット専用車両でそのギャップも何もないからさ、アンジュレーション。だけどストリートだからこんなもんじゃねえかな。だってこのハーフウェットで20秒だから、そうですね、上出来だと思うよ。だってポルシェも 33GTR もみんな抜いたからね。早く動画見たいな俺。これ本当に土屋さんだけちょっとスピード域がちょっとやっぱ青い BR ね、青い BRZ のスピード域が青い稲妻になってましたよ。ポルシェも 33GTR もみんなこうウインカー出して避けてくれるからなんか、ああ追いついたんだろうなって。ライボもウインカー出してくれるし、いや気持ちいいですね。なんかみんな優しいな。今日もね台数多いですから、いやうじゃうじゃだよ、うじゃうじゃ。まあだけどこの路面で20秒は上出来だよ。え、多分20秒、あ来ました、あすみません、ありがとうございます。うわあすごい。確かにこれだったらもう完全に19秒台は、うん、これだって20秒9がありますんでね、09があるからほぼ19と19秒台だったらもう19秒フラットぐらいいってるぐらいですね。で足さえ変えれば18秒。だから俺の黒8はどっちかっていうとストリートとサーキット専用の中間ぐらいにいる。あ、それでもこのまあ土屋さんの17秒、17秒78。まあだからそこはもうサスペンションの違いだと思うよ。俺のはバンプもリバンプもいじれるから、こうダンパーのこれはそこまでできないからさ、硬い柔らかいだけだから、ケヤックンのは。あとはもうそのタイヤに合わせたスプリングだよね。だからサーキットでタイムアタックをしたいんだからね、遊ぶんならこの足で十分、全然十分。フルハードでもこう足りないからさ、まだ前もちょっと足んないし、後ろはかなり足んないわけよ。前の225だったらこれで合ってる、合ってるってことですね。でこいつのこの255になってくると、255のハイグリップタイヤにするとこのバネだと柔らかすぎる。もっとガチッと固めていかないと、もう本当ロール量が大きいっていう、本当それなんですね。だからコーナリングしててもお釣りが来るわけよ、こうこういう、はいはいはい、粘るから。あ、だからバイクでいうとハイサイドみたいな、知らねえよ。コーナー立ち上がったらそっち向いて姿勢をこう戻していかなきゃいけない、ダンパーが。だけどそこはダンパーがもう力がないから、フルハードになってる、もう沈みっきりになってるわけだから、そこでリバンプで戻してやらないと。でもいいんだよ、ケヤックはさ、だってサーキットでタイムアタックじゃないもん。そうですね、まあストリートベースで、そうそうそう。でサーキットもたまに遊びたいなって思ってる割にはライセンスも持ってない。ちょっと恥ずかしいんですいずれね、いずれ取ります。このタイヤだと本当楽だよ。じゃあもし例えば走行会とかでこの BRZ、まあ、このままの状態で走るってなったら硬くして、で街中はまあ少し柔らかくしてっていう状態でいけるっていうことですね。ケヤックンのこうなんつうの、車の持ってき方っていうのはストリートメインだから、だからこれでサーキット走るんなら前も後ろもフルハード。でそこそこ楽しめる。そうでうち帰る時はもう乗り戻しでそうそうの乗り心地よくして帰る。しかもこれまあ言ったら土屋さんのタイムなんで、まあ究極のタイムだから、実際僕らがっていうね、そうですねところではありますし、本当そうなんですよね、楽しむっていうところではだからね十分ですよね。土屋さんちなみにブレーキとかどうでしたか？ブレーキタッチがめっちゃいい。あ、めっちゃいいですか？安心。あ、よかったです。ブレーキも全然いいよ。やっぱホースがメッシュだからさ、こうリニアに効く。なるほどなるほど。これは良かった。これだから本当それに関してはもう一番ブレーキなんか特にね。そうですよね。安全だからね。安全なところですもんね。そうそうそう。なんか車の中にいろいろゴトゴト。部屋着くんでそうなんですよ。前柿の種とか落ちてて、いろんなものが落ちてる。なんか音がすんだよ。いろんな音が。ごめんなさい、気が散りましたね。室内っていうのはサーキット走るときは全部もう下ろす。フロアマットまで下ろす。500の車はガラガラ。気が散るな。なんか乗ってるぞ。なんかあるんですね。そう。なんだろう。結構下ろしたのような気が。息量かな。息量怖いです。よかった。ね、よかった。愛車喜んでますよ。喜んで。本当に。なんか嬉しいな。ちょっとどこがなんかね、なかなかいいよ。ね、すごいな。それはお前ぐらいだろう。たまにやっぱ車見るとちょっとベってなっちゃう。やばいだろこれ。変態の域に入ってるだろう。ということで、もうこのね動画が良かったよと思ってくださった方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。SNS のフォローもお願いします。はい、ということで土屋さんありがとうございました。ありがとうございました。またご覧ください。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。ブーン。飛んだぜ。